はようございます。キビキビラジオスピンオフ企画アサシボリキウイニュースをお送りいたします。夏目のキウイです。今日は2023年2月28日火曜日です。本日のトップニュースは神保町のカズマコーヒー店に行ってきたです。東京は神保町にある老舗喫茶カズマコーヒー店をご存知でしょうか。1983年に創業したレトロな喫茶店です。まだ皆様生まれてないかな。はい、キウイもこの頃はまだ存在しておりません。入るとびっくりのレトロ感です。土地柄もあり、文豪がここにいてもおかしくない雰囲気です。さらに驚きは展示されている絵画です。お客様でもあった北野武史さんの作品とのことでした。かっこいいですね。ただ一つ惜しいことをしたのは、コーヒー屋さんなのになぜかココアを頼んでしまったことでしょうか。なんか無意識に甘いものを欲していましたね。次回行ったらコーヒーを飲みたいと思います。そんなわけで今日も一日皆様にとって良い日でありますように。深夜帯の皆様もお疲れ様でした。